めっちゃ動いてます。わかる？あ、動いてる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 。血管とともに動いている。お、動いてる動いてる。これです。ちびちゃん、うん、ちびちゃん元気か？うん。おー、動く。もうちょっと。すげえ。かわいいと。お顔、お顔は見えないとこにある。へえ。すやっとして、尻尾ちっちゃ。あ、ちょっと動いた。丸いんだな。そうなの。こんなにすっごい卵まんまがと初めて見ました。かわいい。ちっちゃいなぁ。ずっとちっちゃかった。ずっとちっちゃい。大きくなる。すごいよね、あんなに大きくなるやもんな。ね、野菜だけで。人間で言ったらさ、うん、野菜だけでやな。野菜だけで、こっから、ずるずるずるっとこっち。大きくなる。え、で、甲羅ももっとボコボコ、そうそう、成長する過程で。いやぁ。ちょっと動いてる。すごいって。お尻が超かわいい。尻尾をキュ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 って動かしてることも。尻尾、かわいい。目はまだ開いてない。開いてない。赤ちゃん。野生の子ってこの後何すんの？この後、なんかこの卵黄がまだ吸収しきれてないんで、それがなくなったら野菜食べるとか物を食べれるらしいです。ちょっと聞いただけなんですけども。まだまだ、はい、勉強がしないです。卵黄がまだあるってことですか？お腹にまだぷくって。ああ、そういうことか。残ってて。これを吸収してから。それを破っちゃうと死んじゃうから、もうまだ手は出せない。あ、そうか、何も触っちゃダメなんですね。見守って笑みを浮かべるぐらいしか。吸収したってどうやってわかるんですか？鼻キュッてしまう。なんかおへそみたいなところに吸収してなくなったら。髪の毛のかな。髪の動きしてる。さすが。ちゃんと髪。すごいなぁ。足がかわいい。かわいい。いや、本当ですね。てかもうこの状態で。ずっと来るんだな。まあそうなんですけど、まんま、まんまこの丸で。ちゃんと亀じゃん。しかも丸いもんな。丸いのよ、ね、この丸い身が本当に卵のまんま。卵のサイズをもっと大きくしたったらいいな。確かに。お腹に入る最初小の、お腹の最大の、難しいやりがあったな。ちょうどいいサイズだよね。おけつ可愛くないですか？可愛い。おけつ可愛い。爪もめっちゃ、おけつめっちゃ可愛い。ちょんちょんちょんって生えてるんですよ、爪が。すごい。尻尾が可愛い。そうなんですよ。めっちゃ可愛いと思って。六甲さんか、そらくんか、どっちかな。ブランキーでどれぐらいだったんですか？ブランキーで今、3ヶ月ぐらいか。声とか聞こえてんのかな。めっちゃ昨日喋りかけたけど、あんまり動いてくれなかった。3ヶ月ですね。ちょうど3ヶ月ぐらい。かわいい。かわいい。かわいい。おへそ、まだ卵のが、これ引っ込んだら吸収してきます。見上げた。おはよう。そう思って見てんやろ。おはよう。見てんのかな。見えてるんかな。ぼやけてそうですけど、ね。鼻の穴が完全に六甲さんやな。うん。あ、爪、あいよ。あ、ごめんね。あ、眠いです。眠いです。ごめんなさい。おやすみ。声出してたね。よいしょ。でもこの子もだいぶ卵のがないから。そう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 。もうちょっと。逆なんだ。音がちっちゃい。はい。顔ここ見ます。大人の嫌ですっていう。
嫌ですって感じです。なんか食べた。おしっこをしてます。おしっこもしてます。ああ、嫌が、嫌がり方が。もう大人と一緒。鼻の穴ちっちゃー。柔らかい？いや、意外と硬いです。ほんまやな。もうゴソゴソだいぶ動いてる。おはよう。寝てます。はい。また動きが。一歩がそんなでかいの。足かわいいし。踏ん張る時の足がかわいい。何を求めて歩いてんのやろ。わかんないですね。いつ餌食べるんだろう。もうちょい卵黄が吸収されてからかな。このお母さんがここにいるセイラさんで、お父さんがですね、実はよくわかっていなくて、ここにいる六甲さんか、あっちにいるコナ君か、どちらかなと思います。この子たちですね、25年ぐらいかけてこのぐらいの大きさに成長します。